いつも動画に遊びに来てくださって本当にありがとうございます。今回は日本一になったレーサーの圧倒的な速さを一緒に見てまいりましょう。お付き合いよろしくお願いします。今回お邪魔したサーキットは愛媛県伊木那島にある伊木那サーキットになります。こちらの伊木那サーキット、しまなみ海道で島に渡って、さらにそこからフェリーに約2分フェリーに乗って到着する綺麗な小さな島にある小さなサーキットです。今回ご紹介するライダーはこちらです。ミニバイクの全国大会で優勝された経験がある圧倒的に速いライダーです。プライドワンというバイク屋さんを経営されている山岡選手になります。ちなみにこの山岡選手、今回親子で走られていました。あまりにライディングがスムーズすぎて速さが伝わらないかもしれませんが、実際に見ていただいたら圧倒的スピードに驚かれると思います。ちなみにバイクはグロムになります。今後ろから来たのが同じグロムに乗る息子さんになります。同じくめちゃんこ速いです。今回は安田杯というイベントをお手伝いさせていただきながら撮影させていただきました。コーストスクータークラスもあったり、初心者クラス、中級者クラス、上級者クラス、エキスパートクラスとクラスが分かれていて、とっても盛り上がっていましたよ。ちなみにこちらのサーキットなんですが、小さな島にある小さなサーキットなんですが、すっごくタイトでほぼストレートがありません。なのでめちゃくちゃしんどいです。まずは少しだけ中級者クラスの皆さんをご覧ください。中級者クラスといってもかなり上手い方々です。ぜひ切り返しのスピードをよく見ておいてくださいね。この後山岡選手、はい、来られました。エキスパートクラスです。いかがですか？もしよかったら少し戻っていただいて、中級者クラスの方々と見比べていただきたいんですが、さすが日本一ですよね。スローで見て何をどう解説していいのかわからないんですが、スムーズすぎて圧倒的にフルバンクに持っていくスピードが速いんです。そしてアクセルを開けるタイミングがめちゃくちゃ速いです。さあ、そしてこちら、ヤス選手になります。GSX125 に乗られていました。めちゃくちゃ速かったです。フルサイズ、17インチの125のフルサイズになるので、このサーキットには少し車体が大きいんですが、見事に切り返して、山岡選手と壮絶なバトルを繰り広げられました。一番最後にレースを収録しているので、ぜひ楽しみにしていてくださいね。いや、すごかったっすよ。 GSX ヤス選手の走りも最高でした。速い方って圧倒的にスムーズで無駄がないです。まるで綺麗な川を流れる水のようにスーッとコーナーを駆け抜けていかれます。さあ、こちらヤス選手になります。ヤス選手も同じように綺麗に全く何のブレもなく走られていきます。すっごくタイトなコーナーなんですが、はい、バイク全く無駄な挙動なかったです。先ほどお話したように山岡さんの息子さんも走られているんですが、お父さんと全く同じようなフォーム、全く同じような切り返し、そしてアクセルを開けるポイントまでほぼ一緒。音を聞いてて思わず笑ってしまうほど同じようなポイントでアクセルを開けられていて、さすが血は争えないなと思いました。こちら息子さん、綺麗な走りです。はい、今言ったのがお父さんの山岡選手になります。GSX125 のヤス選手、タイトなコーナーを見事にフルバンクまで持っていかれて、安定した走りで駆け抜けていかれます。その後ろ、グロムの山岡選手なんですが、やはりラインが1本内側に入っていますよね。ひたすらタイトなコーナーが続く伊木那サーキット、17インチとグロムの差をご覧ください。ライン取りが全く違いますよ。スローで見てみましょう。車体の大きさが全く違う2台のライン取りの差をご覧ください。
はい、切り返しのポイントも違いますよね。わかりますかね。少し奥側から切り返した山岡選手、そして立ち上がりはイン側を入っていくようになります。これ車体の大きさが違うから仕方ないですよね。そして山岡選手、早めにバイクが起きます。起きて加速の対戦に入ります。もうだいぶ手前でアクセルが開いています。安選手もアクセルは開いているんですが、どうしても車体が大きいので寝ている時間が長くなってしまいます。さあ、せっかくなんで圧倒的に速い山岡選手の走りを見てまいりましょう。エキスパートライダーの皆さんなんで、とにかく皆さんめちゃくちゃ速いです。さあ、山岡選手です。速いライダーの真似をして回りましょう。体なんですが無理にインに入ってませんよね。頭が車体のセンターぐらいにありました。上半身もめちゃくちゃリラックスされていて、どこにも力が入っていません。切り返しの速度も半端じゃなく速くて、皆さんより少し手前で切り返される、そういったイメージでした。はい、外足のホールド、ステップの踏ん張りよりもニーグリップをキュッてされてるイメージですね。そしてもうこのあたりでアクセルガバッと開いてます。そして誰よりもコンパクトなラインで走られて、車体がすぐに起きます。はい、ここでもう起きてます。そしてアクセルが開いてるんですよね。だから安定して加速していきますよね。寝ている時間が短いんですよね。そして車体がすぐに起きているので加速するのが早いです。皆さんそれぞれライン取りが違って面白いですよね。そして僕の大好き GSX のヤスさんです。フルサイズの大きな車体、125の大きな車体をアウト側いっぱいまで使って、体を使ってねじ伏せるようなライディングでした。そしてアクセル開け開けでした。すごかったです。ライン取り全く違いますよね。さあ、山岡選手の走りを見ていただきましょう。この切り返しです。この切り返しの速度とライン取りですね。真似しろって言ってもなかなかこれはできないですけどね。はい、ただできるだけいいところは盗んでまいりましょう。とにかく体の動きに無駄がないんですよね。はい、今走られているのは息子さんです。そしてここで山岡選手が入ってこられます。フルバンクまで持っていく速度も圧倒的に速いですし、切り返しのテンポもワンテンポ前です。少し手前で切り返されているんです、皆さんより。そしてアクセルを開けるタイミングがめちゃくちゃ速いです。そして車体を起こされるのもめちゃくちゃ速いです。だから滑ることなくスムーズに加速されていきます。ライディングフォームは様々ですよね。100人ライダーがいたら100通りあるイメージです。今の MotoGP のライダーのように体をインにグーッと入れて肘をするようなライディングフォームの方もおられますし、山岡選手のように体が車体のセンターにあって全く無駄がないライディングフォーム、最小限、動きを最小限に削られたようなライディングフォームをされる山岡選手のような走り方もあります。この動画を見てくださってる皆さんもぜひ皆さんに合ったライディングフォームを見つけてくださいね。さあ、エキスパートの方々だけあって切り返し本当にスムーズで速いですよね。この粋なサーキット本当に休む場所がないんですよ。ずっと切り返しです。どうですかね。さあ、親子バトルになりました。こんな感じです。全くアクセル開けるポイントも同じなんですよね。はい、お父さんもうここで向き変わってますよね。わかりますかね。向き変わってます。はい、もう立ち上がりに向けてアクセル開いてます。短い区間なんですけど開いてます。はい、切り返しのタイミング皆さんより少し手前でもう向きが変わり始めてます。この少しの差がめちゃくちゃ大きいんですよね。後ろ息子さんなんですけど、息子さんよりもお父さんの方がほんの少しやっぱり早いんですよ。そこが面白いですよね。アクセル開けるポイントもフォームも全く一緒なんですが、ここからの立ち上がりも
はい、お父さんの方が少しバイクを起こすのが早いんですよね。で、向きが変わってるのでアクセルを開けるのが早い。なのでお父さんの方が少し加速が早く立ち上がっていくんです。わかりますか？まだ寝てるんですよね、息子さん。わかりますか？お父さんはもうこの時点でもうちょっと起きてるんですよね。少しイン側を走られてる感じです。ごめんなさい、興奮しちゃいます。何回見ても綺麗ですよね。なので少しずつ差が開くんですよね。はい、さあ別のコーナーで見てまいりましょう。今度は後ろがお父さんになります。前が息子さんです。はい、同じような切り返しされるんですが、お父さんの方が切り返すポイントがほんの少しだけ早いので、そのほんの少しの差がこのタイトなコーナーばっかりの粋なサーキットではどんどん差が広がっていく形になります。いや、とはいえ僕が一緒に走れるかというと全く走る、どうにも走る方にもかかんないんですけどね。動画作りながら見ていて解説するだけってめちゃくちゃ楽ですよね。一緒に走って走りながら解説とか死んでもできないんで、せっかくなんでこの機会にしっかりスーパードライダーの走りを僕自身も勉強させていただきたいと思ってます。やっぱり大事なのって見ていて思ったんですが、無駄がないのって大事ですよね。無駄な動きがない、そして無駄な挙動がないんですよね。ずーっとバイクが安定していて常に同じラインを通れる、そしてアクセルを開けるポイントが安定しているので早く開けれるんですよね。向きも早く変わってるんですよね。そしてこういったライダーをなんとかついていこうと思って後ろから追っかけてもどん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 離れていく一方、それなんでかっていうと、後ろから追っかけている僕のようなライダー、例えば僕が追っかけたとして、追いつけないですよ、クパ追いつけないですけど、追っかけたとして力が入っちゃうんですよね。そうするとバイクの挙動が大きくなって、アクセル開けるのが無理して早く開けちゃったりしてタイヤ滑る、そしてどん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 差が広がる、さらに焦る、そして差が広がる、焦るっていう悪循環になるんです。だから丁寧にゆっくり自分のバイクの挙動をきちんと把握した状態で走れるっていうのは大事なんですよね。だから最初のうちはゆっくりでいいと思ってます。8の字なんかでも丁寧にやった方がいいっていうのはそういうところですね。今自分が何をやっているか、今どんな状態にあるか、どんな風にバイクが曲がっているか、どこで寝かしたらいいか、どこでアクセル開けたらいいか、全部考えながら走るから上手くなると僕は思います。僕の動画を見てくださっている皆さんにいつもお伝えしているんですが、ゆっくり丁寧に走りましょうっていうところですね。ゆっくり丁寧に走ると考えて走ることができるから、僕はいつもそうお伝えしています。丁寧にゆっくり走る、考えながら走る、そしてできてないところは改善する、わかんなくなっちゃう、その場合は紙に書けばいいんですね。ここでこんな風だったって紙に書いて勉強しましょう。さあ、そしてエキスパートクラスのレースが開始になります。7周ですね。さあ、このヤス選手、 GSX125 のヤス選手と山岡選手のバトルが半端じゃなかったです。さあ、ちょっとだけご覧ください。7周なのであっという間に終わります。1周34秒35秒ぐらいで走られています。さあ、なんとホールショットは GSX のヤス選手が取りました。リンスのフルレプリカになります。すごいですよね、山岡選手を抑えて。見てください、肘が擦りそうです。これぐらい体を入れて曲げてます。すごいですよね、今の。もう一回巻き戻してじゃないか、もうちょっと戻ってもう一度見てください。本当にすごい走りです。間近で見たら半端じゃなかったですよ。見てて興奮しましたからね。レースになるとやはり走り方が一気にアグレッシブになりました。本領発揮ってところですね。そして2位が山岡選手、3位が山岡選手、息子さんになります。
この狭くタイトなコーナーだらけの粋なサーキットでよく GSX で山岡選手の前を走れるなと思います。さあしかし山岡選手も当然ですが狙ってますし、相手がどこが苦手かっていうのをずっと探られている感じでした。通常フルサイズだと本当山岡選手どこで刺されてもおかしくないと思うんですが、安選手ずっと抑えて走られてます。山岡選手を抑えてるんですね。そこがすごいですよね。さあ進入、この立ち上がりで山岡選手が一気に攻めます。そこ当たってるんですよ。もう一回ご覧ください。ここ分かりますか？スローで見ていただきましょう、せっかくなんで。はい、切り返すポイントが違いますよね。そしてライン取りが違うんですよね。もうインを取る準備をしている山岡選手、そしてアウトに少し膨らんでしまう、どうしても膨らんでしまう。そしてここで当たるんですよね。すっごくないですか？でも2人とも、はい、ちゃんとこれが見えているので転倒にはなりません。僕だったら余裕で吹き飛んでます。そして残念ながらこの先、はい、タイトな左コーナーで安選手が転倒してしまいました。そして山岡選手がその転倒に少し、はい、引っかかっちゃいました。残念でした。最後までバトル見たかったです。そしてトップに立ったのが XR モタードですかね。 XR モタードの選手、そして後ろが山岡選手の息子さんになります。そして山岡選手はもう中盤ぐらいまで飲み込まれてしまいました。さあ今度は山岡選手の息子さんの活躍の場、そしてさあもうすでに3位まで上がってこられましたね。あっという間に3位まで上がってこられました。そしてこれからどこまで挽回されるかですね。ぜひ山岡選手どこまで上がってくるか、よーくその差をご覧ください。トップの XR の選手、そして山岡選手の息子さん、そして今言ったのが山岡選手になります。さあ試験2台絡みながら入っていきます。さあどこで行くか、さあストレートでロビーで抜けるか、そして今山岡選手が立ち上がられてきました。圧倒的な速度じゃないでしょうか、僕にはそう映りました。さあこの先どれくらい縮まってくるか見てってください。さあここで山岡選手息子さんがトップに立って、もうここに山岡選手います。すごいスピードで、はい、差が縮まってきてると思いませんか？めちゃんこ早いですよ、もうこの差ですからね。周回数がもうちょっとあれば面白かったんですけどね、残念なんですよね。っていうと結果が見えちゃってるようなんでダメですね。いやしかしリンスレプリカの安選手本当残念でした。最後までレース見たかったですね。そしてどん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 差が縮まってきます。ということはあれだけ速い山岡選手の息子さんよりもさらに切り返しアクセルを開けるポイントが速いんですよね。わかりますか？もうどんどん詰まってくるの。残念ながら7周のレースあっという間に終わっちゃいました。というわけで皆さんいかがだったでしょうか？めちゃくちゃ速い方のライディングしっかり真似してまいりましょう。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。